そっか、全体的に今ユニーク魔法をレオナが使ってるからすごい勢いでブロッと溜まってんのかな、もしかして。それほどの力があってなぜこんなことをする。なぜ、理由なんか聞いてどうする。俺を叱って慰めてくれるって。いや、単純に理由が知りたいからですよ。実力があったって、努力したってどうしようもねえことがこの世の中にはいくらでもあんだよ。現にラギーはこの俺に手も足も出ねえ。かわいそうに哀れだよな。サイコパスみたいな、やってんのお前なのにそんななんか哀れだよなとか言い始めちゃったらさ、ちょっとサイコパスだよ。もうやめねえか、アンリッシュベーストかわいい。ドロドロした話の中で急に癒し持ってくるじゃん、お前ってやつは。あれは口動くんだ、知らなかった。変身した。なんだと。レオナに隙ができた。オフイズユアヘッド。お。あ、なったなった。水リードル君、さすがレオナ君の魔法が止まった。ラギーからも手が離れたぞ。早くこっち。セベク、俺たちは他の怪我人を外へ運び出すぞ。偉そうに僕に指図するな、シルバー。クソが、ライオンであるこの俺に首輪だと。ジャック、てめえ変身薬なんて五金製の魔法薬どこで手に入れた。アンリッシュビースト。もう言いたくれた、もう一回。体を狼に変化させる俺のユニーク魔法だ。魔法で本物の犬コロになれるって、そいつはユニークだ、本当にな。ちゃうで、レオナ、あの犬じゃなくて、あの狼今どっちでもいいか。レオナ先輩、俺はあんたに憧れてこの学園を目指した。俺の憧れたあんたはどこに行っちまったんだ。勝手に俺に夢見てんじゃねえ、うせえな。僕も人のことを言えた義理ではないけどね、今の君は見るに堪えない。謹慎部屋に入って少し頭を冷やすといい。そんな部屋あんの。お前らに何がわかる、兄貴みてえに俺に説教垂れてんじゃねえよ。お兄ちゃんとそんな仲悪いの。お主のような男には王冠よりその首輪が似合いじゃ。サバンナの王者のライオンが聞いて呆れるわ。ああ、お主は持って生まれたサイヤ順序のせいで王になれぬと嘆いておるようだが。あ、ごめん、リリア、すごいいいこと言ってるところ申し訳ないんだけど、俺このリリアの顔見てお前にハマったんだよ。イラン告白したな今。報われぬからと怠惰に生き、思惑が外れれば進化に当たり散らすその強力さ、その程度の器で王になろうなどと、我らが王マレウスと張り合おうなどと笑わせる。たとえマレウスを倒したとて、その腐った心根を捨てぬ限り、お主は真の王にはなれんだろうよ。一番間近でマレウスを見てきたから多分、ね、この言葉が出るんだろう。まあリリアが年上、すげえ年上ってのもあるだろうけど。そうだろうと、お前の言う通りだ。俺は絶対に王になれない、どれだけ努力しようがな。別の場所で国作っちゃダメなの、独立します言うってさ、ダメなの、それ、それダメなのかな。そしたら王になれるやん。なんだ、あ、また全身の毛がゾワゾワするんだぞ。急速にレオナの魔力が高まって魔法封じが持続できない。違う、これは魔力ではない、この邪悪な負のエネルギー。みんな伏せろ。
あ、取れた。リドル君の魔法封じの首輪が吹っ飛ばされた。俺は生まれた時から忌み嫌われ、居場所も未来もなく生きてきた。どんなに努力しても絶対に報われることはない。その苦痛が、絶望が、お前らに分かるか。あ、ついにブロッドがたまりにたまっちゃったね。黄色綺麗だよね。あー、黄色から黒に。なんでこんな怖い目にばっか会うの？俺、こういうの向いてないんだけど。2回目だもんね。怖いなら逃げても構わないよ。リドル君を置いて逃げたら、トレイ君に後でボコられちゃう。ちょっと見てえな。音もしますよ、寮長。よくわからねえが、レオナ先輩をぶん殴って、正気に戻せばいいんだな。イエス。俺も、手伝うっす。あそこまで言われて寝てられるかってんだ。ママ無理すんなよ。ハイエナ風情が俺に歯向かおうってのか。笑えねえ冗談だ。全員明日の席は拝めないと思え。おうおうおう。覆せない世界など全て砂に変えてやる。あんた、いつもそんなこと考えたんすか。今までずっと。ライキ先輩一発決めて、さっさとレオの先輩を正気に戻しましょう。俺が王に。あ、まあ、あれだね、戦い終わって過去編。おう。生まれた時からずっと頭の上にはどけられない岩が置かれていた。そんな話がない？そんな話がない？そんな話がなかった。キャプチャーすごいことだったけど。生まれた時からずっと俺の頭の上にはどけられない岩が置かれていた。表現がすごいな。第一王子のファレナ様はあんなに朗らかでいらっしゃるのに、はい、なぜ弟であるレオナ様はあんなに気難しくていらっしゃるのか。いや、多分お前らがそういう陰口を言ってるからだと思うよ。陰口言ってるやつに心開くわけねえだろお前。しかも全てを砂に変える魔法を使うなんて、なんて恐ろしい。レジ、何？お前はじゃあその全てを砂に変える魔法以上のすごい魔法を使えるんか。お前、召使いがこんなこと言ってんの、クビにしろよ。二人ともやめないか。誰かに聞かれたらどうする。しかもすごいね、働いてるところでこんな愚痴言っちゃうんだから、怖いもんねえのかよって。もし俺が第一王子だったら、うん、きっとこう言われただろう。ほう。あ、たち。第一王子のレオナ様は視力深く、強力な魔法を使いこなす魔法師だ。能天気な弟とは大違いと。おー、そっか、そういう風になるね。なんかあれだね、本当に愛があるかないかの差でこんなにも違うってすごいな。え、何、弟じゃねえや、ファレナはそういう朗らかってかつ能天気みたいな、なんかの、あ、そういうタイプ。それが第二王子になっただけでこれだ。あ、ごめん、声だ。あ、出た、キャプチャーが。第二王子はやることなすことケチをつけられ、第一王子を称えるための出しにされる。だしね、なんでそんな差ができるもんなんだろう、兄弟で。そんな差ないでしょ。だってレオナだってさ、頭いいわけだし、魔法がすごい優秀なわけだし、それ考えたらね、なんでこんな差ができるっていうか、絶対あの召使いたちが悪いだろ。一回クビにした方がいいよ。どうやったって一番にはなれない。なんかさ、すごいキャプチャーの調子悪いんだけどさ、何、レオナやっぱそんな喋りたくない。そりゃそうだよな、自分の嫌な過去とか喋りたくねえもんな。お、これが家レオナ。何故今日の式典に来なかった。あ、ファレナか。
ファレダンどんな感じなんだろうな。式典？ああ、兄貴の息子を国民に見せびらかす親バカパーティーのことか。言い方な、言い方が悪いよお前。見せびらかすって。それは失礼よ。つい二度寝しまった。国民に未来の王の顔見せをする大切な日だぞ。でも国民の中にもさ、レオナのファンって言ったらいいのか。まあファンはいるよな絶対。私ファレナ王子よりもレオナ王子の方が好きなんですっていう人絶対いると思うんだよね。確かにめでたい日だな。キラオの大王子の王位継承権が永遠に消えた記念日だ。あれかな、なんかすっごい今雨降ってるからさ、それで調子悪いのかな。雨に弱いんだよ俺んちの家電は。そんな言い方はよせ。まあそうね、複雑だな。なんかリドルの時もそうだったけど、家庭の話だから複雑。特にレオナに至ってはもう国、相手が国じゃ。生まれた順番が早いやつは得だよな。毎日歌を歌いながらゴロゴロ昼寝してたって王になれる。いや、その辺どうなんだろうね。帝王学とかあんのかな、このツイステッドワンダーランドって。レオナ、たとえ王になれなくともお前は賢い、うん、この国のためにできることがたくさんあるはずだ。あるだろうけどさ、国作っちゃえばいいじゃん。もう俺ずっと言ってるよ、割と作れるぞ国。あ、隠れミッキー。今それじゃねえよ。この国が頭の出来で王を決めるしきたりならやる気も出したんだがな。待つんだレオナ。お兄ちゃんは弟のことどう思ってんの。ほんの数年遅れて生まれたというだけでなぜこんな思いをしなくちゃならない。どれだけ勉強しようが、どれだけ魔法を使えるようになろうが、生まれてから死ぬまで兄より優秀だと認められることはなく王にもなれない。いや、王になれない云々のあれはともかくとしてさ、優秀かどうかは測れると思うよね。あ、まあまあ、なんかな、リドルの時もそうだったけど、リドルは親っていうか家族の環境、レオナはもう家族もそうかもしれないけど、周りの環境は召使いたちどうにかしろよもう。周りの環境がな、助けてくれる人がだから他にいればいいって話じゃないの。まあリドルの時は、まあ、トレイとチェーニャ助けてくれた存在だからさ。レオナの場合はなぜ俺は第二王子に生まれた。なぜ俺は永遠に一番になれない。なぜだなぜだなぜだ。人生は不公平だ。いや、まあそうっすね。ん、おい起きろ。あ、俺終わった？なんか個人的にね、このサバナクロー領の2章って、まあ、言われてるのが本当はイグニハイドとディアソムニアの間の章だったっていう説があるから、なんか割と、なんだろう、あっさりとしたというか、多分深掘りはしてないような気がするんだよな。だからこう、なんだろう、結構あれこれで終わりみたいなこと言ってる人が多いけど、多分そうだよね。なんか、なんだろう、まあ、個人的にはこれが全て真実の話じゃない気がする。まだなんか出てない部分があると思う。で、起こすのグリムなんだね。グリムなんだね。え？あれ？ハーツラベルの時リドルを起こしたのはトレイ。で、ビルさんを起こしたのはルークだったじゃん。この場合はラリーじゃないんだ。へぇー。面白いな。あ、起きた。割と普通に、あ、え？あ、普通に起きるじゃん。やった、起きた。無邪気な子供だ。ずっと気絶したままだったらどうしようかと思ったんだぞ。さ、早く今までの事件は自分が企てましたと自白しろ。何？何だって？え？キングスカラーク。あ、来たの？いや、今来たの？おっせえ。あなたはブロッドの負のエネルギーに取り込まれて暴走し、オーバーブロッドしてしまったのです。覚えていませんか？この俺が暴走して。オーバーブロッド、嘘だろ。いや、してたよめっちゃ。そんなことよりマジカルシフト大会がもう始まっちまう。お前が自白してくれねえと俺様がご褒美に試合に出してもらえねえんだぞってことなんで。ああ、なんだそりゃ。こいつら
学園長にマジカルシフト大会に出してもらうことを条件に先輩たちを追ってたんさ。はい、全部追ってました。そんなことのためにっすか。うん、俺がっていうかグリムが。俺別に出たところで本当フライングディスクになるんで、これ一生言ってくんで、僕だけ一生これ言ってくんで。そんなこと？だったらお前らだってそんなことのために怪我人まで出してたんだぞ。それはそうっすけど。ね、うちのグリムちょっと賢くなったでしょ。今までの連続傷害事件は君たちがやっていたということで間違いありませんね。まあそうだ。わかりました、ではまず君たちサバナクロー寮は今回の大会を失格とします。あ、失格にしちゃうの？今後の処分については被害者の皆さんと話し合った上で決定します。いいですね。被害者めっちゃいるんじゃないの？大丈夫？分かったか。学園長、待ってください。ローズハート君、それに皆さんは確か、はい、あ、皆さん今回の事件の被害者です。あれ、トレー大丈夫、治ったんか？松葉杖ついてきてんのかな？被害者の被害者ですって、ちょっと紹介面白いな。俺たち被害者全員からお願いがあります。今回の大会どうかサバナクロー寮を失格にせず出場させてくれませんか？あら、なんですって？つまり彼らを許すと？あんたたち。いいや、許すわけじゃない。まあね、サバナクロー寮に欠場されると気兼ねなく仕返しできないからこいつらのこの性格、ほんといい性格してるよ。俺好きだよ。ええ仕返しだと？マジフトでってことでしょ？学園内で魔法による死闘は禁止されているからね。マジカルシフトなら劣気としたスポーツだ。悪い顔してる。ただし別名魔法力を全開で戦うフィールドの格闘技だけど。めっちゃ悪い顔してんじゃねえか。なるほどな。ああ、お前たちに一発お見舞いしてやらねえと気が済まねえ。ああ、お前らあれか、保健室と教室でなんか手袋を拾えっつったやつだ。いざ決闘だ。手袋を拾いたまえ。お前どこでも手袋落とすな。何があったかは知らないが、サバナクロー寮生の方が俺たちよりボロボロみたいだしな。犯人が誰か分かった以上、むしろ俺たちが恨みを晴らすのにマジカルシフト大会は好都合ってこと。あ、よく考えたらあれやな、どっちも副寮長だな。副寮長怖えな。レオナ君、前に自分で言ってたじゃん、試合中の攻撃は高速違反じゃないって。伝統ある競技で支援を晴らすだなんて、普段なら首をはねてしまいたいところだけど、トレイたちがどうしてもと言うからね。今回だけは目をつむろう。君たちの気持ちは分かりました。しかしこの状態でサバナクロー寮生たちが試合に出られるかどうか。出れるんじゃない？特にキングスカラー君は立ているのもやっとの状態では。ああ、そうだね。あ、なめるなよクローリー。できんの？体力すげえな。手負いの草食動物を仕留めるなんて、昼寝しながらだってできる。すごいな、逆に。やってみてよ、昼寝しながら。言ってくれるな。あ、なんかすごく服が黒い。俺は謝るつもりは毛頭ないぜ。この俺に謝らせたい奴は、力ずくで謝らせてみる。え、どういうこと？頭を押さえるってこと？シュールだな。てわけで、学園長、いいですよね。まったく。感動的な話かと思って期待した私がバカでした。あんた言ってたじゃない、うちの学校の生徒たちが手と手を取り合うなんて、おおみたいなこと言ってたじゃない。なるわけないんだから。いいでしょう、予定通りサバナクロー寮の大会出場を許可します。お、学園長から許可出たぞ。学園としても大会当日にこのような不祥事が世界中に生中継されるのは避けたいところですしね。めちゃめちゃ早口じゃねえかお前。早口でめっちゃ本音言うなこいつ。俺あんたのこと許したわけじゃねえからな。ああ、そうかよ。でも、なんですかね。
そんな風に情けない顔したあんたは見たくねえなって思っちゃうんすよね。うん、あんたはいつもみたいにふんぞり返ってニヤニヤしてる方がお似合いっす。こんな風に、そら、ラフビズミ。あわた、ラゲもうなんか二人が笑顔でいるのちょっと面白いな。おい、一回あんかに声やってみたかったんす。あれか、学級文庫のポーズやってんのか伝わんのかな、これ。今すぐやめろ。何やってんだ、あんたら。笑ったね。笑ったね。いけ楽しげだね。笑ったね。変態か。そうだな。うん、よかったよかった。あんたたちには世話になった。おかげで、俺もやっと本気を出して戦える。うん、あ、ジャックって何？マジフトの両代表選手なの？あ、ぽいな、でも。ここからは敵同士だ。手加減はしないよ。望むところだ。なあなあ、学園長。俺様たち、ちゃんと犯人を見つけたんだぞ。これで約束通り試合に出してくれるんだろうな。え？あそんな約束してましたね。絶対に無理だと思ってすでにトーナメント表を発表してしまいました。さてどうしましょうか。うん、まあ、こんなギリギリになって犯人捕まえましたっつってもね、トーナメント表はできてるだろうね。無理な話だよ。ひでんだぞ、詐欺なんだぞ。大人ってね、グリム。みんな悪いやつなんだよ。嘘つきの尻は燃やしてやる。めっちゃ見たいな、それ。尻が燃えてる学園長とか。いや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 、燃やすのは待ってください。今何かアイディアを考えます。何、踏ん張ってんの？そうだ。エキシビジョンマッチで特別参加枠というのはいかがです？最初からそうしなさいよ。多分その方が良かったよ。トーナメント本戦が始まる前に余興として行えば問題ありません。きっと目立ちますよ。そっちの方が面白いかもしれんもんな。目立つ？目立つよ。目立つだろうね。もうお前が出たら目立つだろうね。そりゃもう目立てるんだったら何でもいいんだぞ。うん、こいつも何でもいいんだって。テレビで大活躍する俺様を見てスカウトがいっぱい来ちゃうかもなんだぞ。そうだよ、7人必要じゃない。無理でしょ。補填選手、どうしましょう。あ、それから対戦相手も教師でチームを急増するしか。はあ、ほな、おめえそれも忘れてたんだぞ。うん、花からだがやる気なかったんだから。話は聞かせてもらったぜ。あ、見て、ノリノリの人たちがいる。その助っ人の件、僕たちが受けよう。何を言ってるんだい。君たちはハーツラビリ寮の所属じゃないか。エキシビションなんで大丈夫ですね、これは。大会のルールに他の寮のチームに入っちゃいけませんなんて書いてねえもん。あ、そうなの。え、じゃあなんかシャッフルとかも OK じゃん、もう。そんなこと考えたこともなかったけど、そう言われれば書いてないな。書いてないんだ。何それ、面白そう。俺も監督せいちゃんのチーム入りたいな。え、ケイトは代表選手じゃないの？その辺どうなんすか？ケイトはうちのレギュラーメンバーだろう。レギュラーメンバーじゃないか。すごいね、レギュラーメンバーなんだ。あ、でも本気に乗ってビンビンやってたもんね。チェ、先輩たちの試合応援するだけなんてつまんないし、どうせなら試合出たいじゃん。すごいな、やる気満々の1年生じゃねえか。僕はこいつと違いますよ。純粋に友人を助けたいだけです。でも本当はプレイしたいだろ。分かってんね、大丈夫ですよ。プレイしたいならプレイしたいと言いなさい。対戦相手がいねえなら俺たちサバナクローが相手になるぜ。マジで大変だね、2試合も出るんだって。あれ、お前らが教師チームが相手なんてままごと丸出しだろうがよ。まあね、あの教師チームもね、よくなんかあったな、なんか運動会とかでさ、先生出てくださいみたいな枠あるじゃん。あれ頼みに行くとかさ、するときになんか体育教師に限った俺は膝に爆弾を抱えてるんだとか言うんだよ。うわ、あったな、そんなん、懐かしい。いや、体育教師じゃん、出ろよみたいな、あったな。なんだお前、案外いいやつじゃん。
いや、いいやつなんだよ、ジャックは。でっかいツンデレなだけ。勘違いすんじゃねえ。借りをさっさとチャラにしちまいたいだけだ。ほら、勘違いすんじゃねえって言ってんだから、もう。ツンデレのそれじゃん。いいだろう、先輩方。ただでさえヘトヘトだっつうのに、もう一試合増やそうってか。ジャック君、鬼っすね。今までの分だから。もうめんどくせえ。まとめてかかってこいよ、草食動物ども。うん、レオナはずっと何、俺らのこと草食動物って呼ぶのはなんで。俺肉の方が好きだから。エキシビジョンつっても接待試合はしてやらねえからな。覚悟しておけ。はい、らしいね。まあ、俺は出ないんですけど。ほう、よかった。またトレイン先生に3時間ほど小言を言われるところでした。トレイン先生、学園長が小言言ってほしいって。君のチームは助っ人を含め4名。あと3名選手を集めれば試合ができますよ。なんか3名出たい人っつったら多分すぐ集まると思うよ。全然足りてねえじゃねえか。せっかく他の寮のやつらまでチームに入ってくれたのに。あ、3名ならあれじゃん、ゴーストちょうど3名じゃない。なんで俺様たちの寮は2人しかいねえんだぞ。これゴーストじゃなかったっけ。おうちの寮他にもほらいるじゃん。思い出せ、お前やってくれたじゃん。あ、そうか、寮生って寮に住んでることなんだぞ。そう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 、まあ大雑把に言うとそうね。ならオンボロ寮には俺様たち2人以外にも住んでるじゃねえか。シロアリとかですかね。90年前の選手たちがいるんだよ。あいつはプロだからさ。ゴーストの皆さんを選手に登録するってことですか。あれ、ちょっと待って、あと3人、あ、俺入ってんの。え、グリム、グリム、エース、デュースで4人、あ、俺入ってんだ。いいよ、俺別に出る気ないんですけど。フライングディスクになるんで走る気もしないし、攻撃戻れないんですけど、いいんですかね。その辺はどうお考えですか。大丈夫ですか。その状態が生中継されるということは、学園に魔法が使えない生徒がいるぞってなりますけど、その辺はどうお考えなんですか、学園長。多分あんま何も考えてないと思うけど。昔強い選手だったって言ってたやつもいるし、うってつけなんだぞ。俺様呼んでくれ。キャッホーイ、テレビに出られるんだぞ。たく、なんでもありだな。幽霊相手にまともな試合ができんのか。ちょっとやってみて決めてください。まあいいんじゃない。監督生なんて選手なのに魔法が使えないんだぜ。本当に俺選手なんだ。別に選手になったつもりないんですけどね。なんだかテレビに出ると思ったら急に緊張してきたな。上がり症な子がいるわ。では早速会場へと、その前に皆さん足元に黒い石のようなものが落ちていませんか。あ、忘れてた。黒い石、学園長が落としたんですか。あ、いえいえ、見当たらないなら結構です。さあコロシアムへ急ぎましょう。いや、もうちょっとよく探せよ、絶対あるから。監督生、行くぞ。いいの、黒い石のことはじゃあ後で見つけたら教えて。そこサバナクロウ寮だから。みんな頑張ろう。いや、もう腹くくって出てやるから。ほら、お姉ちゃん出てやるから。あ、リズミック、リズミックのことすっかり忘れてたわ。マジフト大会に出ようとか、これ出てない、これもうすでに。この間の接続晴らしてやるぜって。いいぜ、本気で来いよ。これもうカメラ回ってんのか。出てんだもうすでに。カメラなんか気にしてると痛い目見るっすよ。はいな、俺様の実力全世界に見せつけてやるんだぞ。この俺が相手にしてやるんだ。簡単にくたばるなよ。あ、出てんじゃん、出てんじゃん。俺どこにいんの。俺も走ってんの。俺大変だな、走るの。走るの大変なんだからさ、もう疲れちゃうんだから。もう5秒で疲れちゃうよ、もうこの年になると。走るなんてすぐ行き上がっちゃう。てかそもそもなんか走るの得意じゃなかったしな。 50m なんか10秒とか。大丈夫かな、キャプチャーの方見れてんだけどさ、大丈夫かな。携帯の画面の方見てるからさ、キャプチャーなんかすっごい今止まってなかった、今。あ、ほらやられちゃった。ふふふ、この前に俺様の必殺ロングシュートをお見舞いしてやるんだぞ。名付けてグレートグリムハリケーン。ダセーな。お、なんだなんだ。まあグレート、お、お、
歓声が聞こえる。なんじゃ、寝てたんか俺。多分そう、グレートグリムシュートが後頭部に当たったみたいな。あ、目も覚めたんだぞ。近い距離感バグるな。あれ本当に大丈夫？試合が始まってすぐグリムがぶん投げたディスクが頭に直撃して気絶したの覚えてない？俺どこにいたのその時。グリムより前にいたことになるけど。何それ、大丈夫？あの脳波検査とかしなくて大丈夫？これ内出血とか危ないよ。頭は超ロングシュートを決めてやろうと思ったんだけどな。だけどなーじゃねえのよお前よ。一緒言っとくぞお前、俺に何かしたらお前のことはすぐ猫鍋にするからなって。とにかく目を覚ましてよかった。本当だね、俺もよかった。全然目を覚まさなかったから打ちどころが悪かったんじゃないかと心配してたんだ。絶対打ちどころ悪かったでしょ、だって今もう夜じゃん。てなわけでお前が寝てる間に閉会式もとっくに終わって、もう会場の撤収作業始まっちゃってるよ。おーい、見れなかったんかいおい、グリムてめえよ。なんだよそんな、もう病院行けよ。そんなさ長時間寝てたらさ救急搬送しろよお前も。ダメだろ、何俺そんな扱い雑すぎ。でどこが優勝したんすか？見たかったな。優勝はディアソムニア領だ。あ、ほんと。あ、見たかったな。お前らのことも全力で応援したかったよ、俺は。グリムてめえ、この野郎。ああ、結局手も足も出なかったっすね。その状態の試合見てみたかったな。他の寮の奴らにもボコボコにされるし。あ、そうなの？今年の大会は散々っす。いや、だから、みんなめちゃめちゃ恨み買ってたってことだよ。レオナ先輩、ラギー先輩、目が覚めたんすか？ん？ちん、この俺が昼寝以外で保健室のベッドを使う羽目になるなんてな。あ、お前らも何気絶してたんか？ディアソムニア寮生は一人もここに担ぎ込まれてないとこがまた腹立つっすね。え、だってマルス以外の寮生は何もできないっていうかしてないからしょうがないね、しょうがないね。噂には聞いてたけどマジでディアソムニアの寮長半端なかったわ。あれか、ここでその試合を見ちゃうと角太郎がその寮長だってことが分かっちゃうからか。でも許さないけどね僕は。ああすごかったな、監督生も見たら驚くはずだ。誰かなんかあの動画撮ってないんか。あれに勝てるイメージ湧かないのは分かるって思っちゃった。あ、本当。挑む前から負ける気でいたら勝てるもんも勝てねえよ。俺は来年は絶対ディアソムニア寮に勝ってみせる。卑怯な手を使わず俺の全力を尽くしてな。その頃レオナはいるかな、まだ留年してるかな。懲りる、どこに懲りる必要が。うん、俺は別にレオナ派だからないと思うけど。今年の大会は俺なりに全力を尽くした、来年もまた勝つために全力を尽くすだけだ。頑張れ。さすがレオナさん、そう来なくっちゃ。やれやれ、先が思いやられるぜ。来年こそはトーナメント戦に出てやるんだぞ。無理だっつの。だから あれじゃん、だから特別枠としてさ、もう落ちた生徒を呼べばいいんだよ。その方にシフトしよう。僕たちも選手枠として出られるように頑張らないとな。頑張れお前らも。今年みたいにカッコ悪い目立ち方はもう勘弁だわ。あ、今のほら試合で見たから、あ、これぐらいの実力があるんだなってのが分かってると思うよ、ハースラベル寮生には。あー、明日やっと見つけた。そうか、そうだった、そうだった、可愛いアクセサリーつけてんね。ん、何なんだぞこの子供。レオナおじたん、おじたん来てるよ、可愛い子。うるせえのが来た。かわいいな。レオナ王子たん、この毛玉は兄貴の息子のチェか。俺の甥だ。え、なに、レオナはチェカにも毛玉つってんの？毛玉がいっぱいだね、レオナの周りには。あ、
鬼？いやいや、いてもおかしくないでしょ、別に。お兄ちゃんだってもう、レオナより年上でしょ？二十歳以上のわけでしょ？子供産んでもおかしくない。ってことは、これが王位継承権第一位の。おじたんの試合、かっこよかった。今度帰ってきたら、僕にもマジカルシフト教えて。わかったから、耳元で大声出すな。大声なんだ。もうお前、お月の奴らはどうした？今頃暴くって探してるぞ。おじたんに早く会いたくて、みんな置いてきちゃった。レオナ先輩の苦悩の種って…無邪気な天使。しかも、めちゃくちゃ懐かれてるんだぞ。ね、これでね、もう嫌われてたらあれだったかもしれないけど、第一王子、恨むべき相手がもうめちゃめちゃね、レオナのこと好きっていうのが、ねえ。レオナからしたらもう、うーってなるだろうね。うるせえな。ジロジロ見てんじゃねえ。いや、見るだろ、多分その状態。ねえ、おじた、次いつ帰ってくるの？来週？その次？あ、僕のお手紙読んでくれた？近いな。かわいいな、チェイカは。何度も言ったろ、ホリデーには帰る。おい、腹に乗るな。レオナ先輩の腹に、ずかずかと馬乗りに。子供だから。こりゃ大物っすわ。レオナさんが実家に帰りたがらないのは、こういうことだったんすね。みんな、おじたんのお友達？うん。そうそう、おじたんのお友達。ねえ、レオナおじたん。ほんとこいつ怖いもんねえんだな。おじたんって。いいてめえ、笑ったら傷に響く。てめえら笑ってんじゃねえ。後で覚えてろ。あれ？あいつはいねえな。では本日のお楽しみタイム。タイムじゃねえんだよ。え、何？俺グリムと一緒に風呂入ってないんだ。サバナクローリオに落ちてたのをこっそり持って帰ってきちまったけど。あ、じゃあもう学園長が落ちてませんでしたかって言ってる時点でもう持ち帰ってたんだ。本当にこれアメちゃんじゃないなら何なんだ？いや、石だから。アメちゃんじゃないんだから捨てなさいよ。もうダメだもんな。ちょっとこう黒い石のシーンはちょっとガチ層になってしまうな。まあいっか、よくね。俺様が見つけたんだから俺様のものなんだぞ。違う。いただきます。食うな、貴様。うん、これをまたちょっぴりビターでピリッとした刺激が舌を楽しませる大人なお味なんだぞ。なんでこういう時にゴーストはいねえんだよ。これを味わえないなんて人間はもったいねえな。人間ってあの石、まあ別に飲み込むことはできるから食うことはできるのかな。腹が膨れたら眠くなってきたんだぞ。ということでですね、第2章のサバナクローはハーツラビルは終局、ハーツラビルで終わったんですけど、2章はね終局で終わらないと。なんとこちら不可思議ミラーが入ります。オンボレルをスタートです。どうぞ。だからその終局で終わる終わらないがあるのが不思議なんだよな。どういう差があるんだろう。ん？グリムもう寝てるの？何もう寝てるのって。これあ、電気つけたってこと？あー、大変な位置だったね、この野郎。お前、おい。寝てやがるけど、てめえ。俺の後頭部にディスコをぶちまかしてあげく、試合も見れずにてめえ、石食いやがって、この野郎。おやすみ、グリム。おやすみ、ハム太郎。明日、もっと楽しくなるよね、ハム太郎。へけへけと同時に、明かりがついたな。そっか、夢？そっか、サバナクローのそのライオンキングの夢は終わったんだ。これも夢っつってるけど多分夢じゃないのかな。これはちょっとわかんないんだよな。夢なのかその現実なのか、こうあやふやというか、なんかちょっとその差がわかりにくいというか。ずっと言うても左側のそれ、うわぁ、なんかそう、これだけ見たらホラーじゃん。
これだけ見たらホラーでよく監督生はこれを、ずっと見ていられるな。そんだけ？あ、朝か。よかったな。あ、それだけなんだ。二章は。はぁ。あ、起きろ。あの黒い影は何だったんですかね。いや、怖っ。ちょっと怖いな、出方が。本年度のマジカルシフト大会の売り上げは前年度に比べて 12% アップですか。上々の結果ですね。でもさ、今回の大会俺たちビリから数えた方が早い順位だったじゃん。そんなもの最下位でなければいいんです。所詮マジカルシフトなどディスクを追いかけて犬のように庭を駆け回るただのお遊び。マジカルシフトの戦士にボコボコにされるぞお前。なんでこう喧嘩売りがちなんだお前は。僕たちオクタビネル寮が本気になるべきフィールドは、そう、期末テストです。なるほど。アズール、早速依頼人から連絡が。今夜ラウンジに直接お話にいらっしゃると。わかりました。では特別なおもてなしの準備を。その配置はずるいだろう。ちょっともうその配置はずるいと思うぞ。さて、どんなお願いをされるやら楽しみですね。ということで次の第3章、オクタビネル寮に続きます。はい、ということで3章、3章じゃね。最後3章で終わっちゃったから、2章のね、荒野の反逆者、以上で終わりになりますけども、まあレオナのそのね、忌むべき相手からすごい好かれていたっていうのがね、まあ良かったと思うよ。 そこはね、チェカがね、まあ、純粋なコライオンで良かったよ。まあ、その後まあ続くわけなんですけどね、その何さ。その俺が本当に思ってるのは、2章がその本当はね、あの本当は後半の量、サバナクローが後半の量だったっていう説をすごい推してるタイプだから、本当に何だろう、掘り下げていない感があるって思ってしまうんだよね、この2章までは特に。まあ、あとやっぱリズミックが少なかったなっていうのは、ハーツラベルだって 5、6個ぐらいあったよな確か。リズミックがバトルの方が2章は多分多いのかな。この後にロイヤルソードアカデミーというライバル校と、マジカルシフト大会がね行われるんで、またそこでなんか違った動きがあるんじゃないかなと思います。まあ憶測ですけども。ということで次は第3章、深海の商人でお会いしましょう。